名前はアコとマコです。双子なので名前の響きを大切にしたのと、アコは心に彩りのある感性豊かな子に育ってほしいという意味を込めて、マコは、真心のある子に育ってほしいという意味を込めて名付けました。僕の実家が米原にあります。自然豊かなこの米原の環境で、のびのびと子育てをしたくて、米原で子育てをすることにしました。ここでは地域の人たちが声をかけていつも見守ってくれていますし、地域の小学生が登下校の際に挨拶をしてくれて、我が子にも人とのつながりや挨拶がきちんとできる子に育ってほしいなと思います。親子4人で、琵琶湖湖岸のサイクリングとか、あとは伊吹山、あと霊山とかをハイキングしたり、あとキャンプをしたりしたいです。あといろんなところに遊びに行って、この子たちにいろんな経験をさせてあげたいなと思います。新生児訪問で、訪問してくれた保健師さんがその後も何回か相談に乗ってくれて、気軽に相談できるっていうところはすごい良かったなと思います。2人連れてると結構買い物とかも大変なので、米原にもドラッグストアや赤ちゃん用品スーパーとかが、入った複合施設があればもうちょっと住みやすく育てやすいかなと思います。2人とも元気に生まれてきてくれてありがとう。変でした。まこちゃんまこちゃん、生まれてきてくれてありがとう。我が家にとって奇跡の双子です。これからも奇跡がこの子たちにたくさん起きて、この米原でのびのび育ってほしいなと思います。